鳥居がいいんだよね。うん、御嶽神社でいいです。ここの道好きなんだよね。なんか分かっていただけますよね。分かるけど、結構大肥場いっぱいあったんだね。こうやって意識して撮ると食べよう。気軽に山頂でさ、そば食いたいってなったら、なんかあれよね、ジンバなんだって。早くカレーを料金箱。あ、なんか前に止めたことってね、止めたことあるよ。あるよね。ある。めっちゃ歩いてます。結構歩いたな。結構歩くよ、これ。こうやって見たらめっちゃ歩いたな。結構あるよ。登るまでのウォームアップにはちょうどいいよ。いやちょうどよくねえよ。結構疲れるわ。結構あるよ、これ。スタートダッシュは疲れるわ。三宅さん、このカレーなんだよな。まあ、ここもほら、あれだよ、高尾と似てるとこあるから混むんだよ。結構あるよ、アクセスがいいから。ここもなんだかんだね、新宿から。で、バスで来れるし。で、ここのさ、で、ケーブルカーがあるから、やっぱ強いんだよ、ケーブルカーと。で、景色も左、これここの売店のとこだったらいいんだけれど、ここもないよな。ここが一番マストだよね。いや、マストはもうちょっと奥ね。ここ第二マスト。うん、第一マストはもうちょっと綺麗だな、こうやって見ると。ここあったっけ。これじゃねえよ。これ違う。これなんかどっか地図。あ、ここ、この右、これが一番いい。ここが最高。駐車禁止だから。まあいいや。まあ駐車禁止なだけだ。あ、普通にできそうだ。できるできたっけ。確かできた。あ、いいね、ケーブルカー。どこ行ってみる。ここら辺にしよっか。あ、ここでできたわ。普通にここでできました。あれ、あ、子供いるよ。あるよって、距離がね、離れてると思う。距離的には離れてると思うけど。大変だよね、あの人たちも。なんだこりゃ、こんな気づかなかった。あ、ほんと？何これ。あ、保護してんじゃない、何か。あー、ぽいね。もうあれでしょ、多分土砂崩れ起きない、なんかやるんじゃないのかな。ここ崩れたら大変なことだし。
終了しちゃう、この辺にさ。やべえ、超腹減った。分かる。だって腹減ったしか出ねえんだ。早く帰りて。出た。生の子、2時放送です。さっきが。で、以上、僕が、にたけさんでした。2時放送です。あー、楽しかった。